はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は緊急でこちらの動画撮らさせていただいております。在庫タブ、在庫管理で出品中とステータスで表示されている商品であっても、販売ページ上で出品されていない可能性がある。 という話についてです。実際にご自身の商品販売ページをチェックしていただければわかることなんですが、在庫管理ページのステータスが出品中になっていても、販売がストップしている場合があります。そちらを確認する方法をお伝えさせていただきます。在庫タブ、在庫管理右上の設定非表示〇〇項目と書いてあるボタンをクリックしてください。項目の表示の中にある下から3番目の出品 出品価格の加減にチェックを入れて一番下の更新ボタンをクリックしてください。改めて在庫タブ在庫管理を見てみると出品価格の加減という縦列が表示されているはずです。こちらで出品価格の加減をチェックしてみて定価ではなくセール価格設定などを行った後での実際の販売価格が出品価格の加減を上回っているかどうかを必ず確認してください。出品価格 の加減が実際の販売価格より上回っている場合自動的に販売が停止されますが在庫管理ページ上では出品中と表示されているので販売できていないことになかなか気づかないことがあります本件についてテクニカルサポートに一部光栄新バリエーションが販売ページ上で正常に販売されていない件についてというタイトルで問い合わせさせていただいたところ実際私の商品ページ上では出品価格 の加減の値がセール価格設定の値より高い価格になっているため不整合を起こし商品ページにて販売されていないことをご報告いたしますという返信をいただきました修正したところ正常に再販開始されましたので情報共有させていただきます今回の動画参考になった方よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです最後までご静聴くださりありがとうございました